旭川市旭山動物園は、北海道旭川市東旭川町沼倉にある旭川市が運営する動物園。旭山動物園と呼ぶのが、一般的、動物園内日本の動物園の中で、その最北に位置する。園内の一貫したテーマは、伝えるのは命。動物の自然な生態が見られる行動展示を実施して、一躍有名になった。 1997年以降は入園者数が増加し、北海道を代表する観光地として定着している。日本国内だけではなく、海外からも数多くの観光客が訪れている。2004年6月のアザラシ観光会以降は7月は18万5461人、8月は32万1500人と、恩師上野動物園を抜いて、日本一の月間入園者数を記録した。 2006年度の入園者数は300万人を超え、350万人の来園者があった上野動物園に次いで国内2位。2010年以降は愛知県の東山道植物園に抜かれ、第3位になったが世界レベルでも上位の入場者数を記録している。寒冷地域に生息する動物の飼育繁殖に実績があり、旭山動物園が国内で、 初めて飼育下での自然繁殖に成功した動物に、北極熊、アムールヒョウ、このハズクなどがいる。今後の構想、計画として、ゾウの多頭飼育を検討中である。日本の動物園で一般的な動物の姿形を見せることに主眼を置いた、携帯展示ではなく、行動や生活を見せる行動展示を導入したことで注目を集めた。ペンギンのプールに水中トンネルを設ける。 ライオンやトラが自然に近い環境の中を自由に動き回れるようにするなど動物たちが動き、泳ぎ、飛ぶ姿を間近で見られる施設づくりを行っている。環境、エンリッチメントとして冬のペンギンの運動不足解消から始められた雪の上の散歩は人気イベントで積雪時に限り毎日開催される。このほか、食事時間をもぐもぐタイムと称し、 動物の行動を展示する催しも行われている。旭山動物園の行動展示は、今後の動物園展示の指針として、国内外の動物園関係者が視察に訪れるなど、注目されている。異なる動物を同じ場所で飼育する、今後展示も新たな取り組みとして試みられている。現在は、ゴマフアザラシとオジロアシオセグロカモメ、ジェフロイクモザルト、カピバラ、ニホンザルと 日本イノシシの混合展示を行っている。過去にはペンギン館でアザラシの子を飼育していたことがあるほか、マルミミゾウとモモイロペリカンの混合展示もあった。動物同士のストレス解消などの狙いがある。旧動物園正門かつて動物園は大都市にしかない施設であり、北海道では1951年にようやく札幌市演山動物園が開園した。 高度経済成長の到来した1960年、前後から全国の地方都市で盛んに動物園が建設されるようになり、1963年には帯広動物園が開園した。旭川市でも動物園開設を求める声が大きくなり、当時の井原市構造市長が1964年度以降、開園へ向け予算をつけた。建設地には市内数カ所の候補があったが、 地形や地質が適していたこと、また、市内中心部から、旭川電気軌道の路面電車が運行されていたことなどが決め手となり、市の東部にある旭山が選ばれた。1966年4月着工、1967年6月、観光、総事業費は約2億5000万円であった。各地に予託されていた動物を運び入れて、 開園したのは1967年7月1日である。当初の動物は75種505匹だった。なお、これには鯉200匹も含まれている。当初40万人ほどだった年間入園者数は旭川市の人口増とともに右肩上がりに増加したが、1983年の約59万7000人をピークに減少に転じた。 1994年には、西ローランドゴリラとワオキツネザルが相次いでエキノコックス症で死亡するという事態が発生。施設面も含めて予防策を検討するために8月27日で営業を切り上げた。人間への感染の恐れはほとんどなかったが、市民の不安は大きく入園者減少に追い打ちをかける形となった。1996年には、 約26万人まで入園者数は落ち込んだ。これを打開すべく、1997年により、行動展示を実現する施設づくりに着手した。同年には巨大な鳥かごの中を鳥が飛び回ると、鳥の村が完成。翌年以降、猛獣館、猿山、ペンギン館、オランウータン社、ホ・極熊館、アザラシ館、クモザル、カピバラ館、チンパンジーの森と毎年のように、 新施設をオープンさせ、その度に入園者を増やしていった。2005年11月15日、NHK の番組、プロジェクト X、挑戦者たち、朝日山動物園ペンギントブに取り上げられた。また、2006年5月13日には、フジテレビ系列で、日山動物園をモチーフとした、スペシャルドラマ、奇跡の動物園朝日山動物園物語が、放送。 ついで2007年5月11日、2008年5月16日に続編が放送され、その後もたびたびドラマの撮影や映画の撮影が行われている。年間入園者数は2005年度には前年比55万人増の206万人、2006年度には304万人、2007年度には307万人を記録している。恩師上野動物園の350万人に肉白し、 夏休み期間中はそれをしのぐ入場者を集め、北海道を代表する観光地の一つとなった。なお、入園者数は2007年度をピークにその後は、ブームの沈静化に伴い減少に転じたが、2011年どころからは160万人台の入園者数となって、減少に歯止めがかかった。現在でも、恩師上野動物園、名古屋市東山動植物園に次ぐ日本第三位の、 入園者数を誇り、2位までの動物園が大都市にあり、かつジャイアントパンダやコアラなどの集客力のある動物を飼育していることを考慮すると驚異的な成績と考えられる。展示施設はその後も毎年のように充実を続けており、今でも北海道を代表する観光地の一つであることに変わりはない。特に外国人の来園が多く、北海道に 外国人観光客を誘致するための重要な観光地の一つと位置づけられている。ウェブページではマイクロソフトと連携し、マイクロソフトウィンドウズビスタの標準機能である WPF を活用した旭山動物園の紹介や動物について詳細に紹介する無料コンテンツ、マザーアース母なる地球が2007年に作られた。2009年4月には、 旭川市が制定した旭山動物園オフィシャルサポーター制度で承認された旭山もっと夢基金応援サイト旭山動物園モバイルが JNN 系列である北海道放送よりリリースされアザラシ館、北極熊館、ペンギン館のライブカメラや開園当時の様子などの貴重なテレビ放送の動画を配信した2013年3月の HBC フィーチャー本向け有料サービス終了に伴い配信を終了。年表北海道北部に位置する動物園のため、北方系の動物の展示が多い傾向にある、主に斜面地建築物構造の建物となっている。施設の一覧かつては、おという名の南白祭が展示されていたが、2009年11月17日に人不全で死亡。このため、北海道の動物園からは、 サイが見られなくなった。また、ゾウもいなくなったため、北海道には、炎山動物園と帯広動物園にいるのみである。また、開園以来48年飼育していた、アメリカアリゲーターが2015年5月に死亡した。サイモンと東門ン、白熊館隣に食堂を設置する。園内への弁当持ち込みは可能。ただし、バーベキューなど、カキの使用は禁止されている。 アサヒ日山動物園限定のお土産やグッズも販売される。西門と東門の売店付近に設置されているカプセルトイ、アサヒ日山動物園カプセルズーでは動物園の完全オリジナル商品が購入可能。原型制作を海洋動が手掛け、北極熊が水中に飛び込むシーンやキングペンギンの散歩など、アサヒ日山動物園を代表する光景がビネットとして再現されている。 全6種類、各300円、旭川電気起動旭山動物園を、ありがとうございます。